カール・アウグスト・フィリップ・ルートビヒ・フォン・ヘッセン、フィリップ・スタール・バルヒ・フェルトは、ドイツの諸公家門ヘッセン家の一員で、ヘッセン・フィリップ・スタール・バルヒ・フェルトハク家の当主。ヘッセン・フィリップ・スタール・バルヒ・フェルトハクアドルフと、その妻で、ザクセンイコール・マイ人間校、アントン・ウルゲヒの娘であるルイーゼの間の第二子、次男として生まれ、1803年に若くして、家督を継いだ。 フロイセン軍に士官した後、ロシア軍に移ってナポレオン戦争を戦い、1812年のボロジノの戦いにも参加している。その後、さらにヘッセン選定公国の軍隊に移り、陸軍中将にまで昇進した。晩年はヘルレスハウゼンのアウグステナウ城に引退した。1816年7月19日にエーリン園ンにおいて、 ホーエンドーエインゲルフィンエンコーフリードリヒルートビヒの娘アウグステと最初の結婚をしたが1821年に死別した。1823年9月10日にシュタインフルトにおいてベンシュタインコールートビヒビルヘルムの娘ゾフィーと再婚しマニオ人の息子を設けた。ありがとうございます。